さあ、行きますか。モナを早く奪還しないとっすね。83歩。ありえねえ。うん、妙な噂。果たしてそうかな。蝶の先生。ああ、観光地ね。さすがっす。どこまでスキルアップした。お、答えてちょうだい。キャッツハイジゼアクローズ。猫はあのクローゼットの急須。あ、ノーアルタカーズ。キャッツって言ってるぞ。あ、でも意味か。あ、ハイズ、ザ、クロ、あ、クロー、クローゼットじゃねえよ。爪か。これじゃねえのじゃん。これだ。グー。うん。賢い猫。ミクキュープニプニしてると、うちの猫も、軽く。キュキュってやってきます握るんですよね。うん、え、お前らなんかわかんねえ基準が。いつも難しい問題あの程度でみたいな。知識の泉、孫さんだな。ん？キャッターズナインライブス。ああ、グレイザーナインライブス。ああ、もうな。ホトトギス。待つしかないさ。モナが来たら謝るんだからね。わーってるっつの。俺だけに言うな。美少女怪盗にも注意しておかないと。ここで張り込みというわけだな。持久戦、覚悟しとかないと。今日来ねえんじゃねえの。さあ今何時。いや待て、やっぱお前らたるみ切ってる。私たちにご用。回答お願いチャンネルの依頼、あなたが叶えてない。コメントまで書いて、むやみに引き受けないでほしいの。たちまち足がつくぞ。そうなれば俺たちまでとばっちりだ。そんなこと、私のせいでそんな。実はあまり機会には強くなくて、本
謝んのかよ。私たちのために言ってくれたのよ。お礼だって言わないと。そろそろ機嫌直してくれない？我が輩目当てだったわけか。やっぱり我が輩がいないとダメなのか。そうなのか。そうか。ユージ、ごめんね。モルガナの気持ち考えてなかったよね。アンドの皆さん、コードネームとかはよろしいの？リュウジもさ、本心じゃないんだよ。謝りたいんだって。まあ、俺も悪かったつうかさ、別に人間じゃねえとか役に立たねえとかそんなの気にしねえって。デリカシーなさすぎ。アンのお膳立てがまさしく台無しだ。ああそうかよ。どうせ我が輩は役立たずだよ。そこまで言うならお前ら相当できんだろうな。我が輩のこと捕まえてみろ。美少女カイト乗れ。できなかったら我が輩のことは諦めてもらうからな。行っちゃった。何時間待たされたと思ってやがんだ。上等だこら。ああもう趣旨変わってるじゃないの。こういうのの方がいいな龍女。よっしゃ。うおー遊び前だぜ。大丈夫。うん。飛びすぎず。これ貴重だよね。こんな中歩ける。ドラララララ。さすがにね。鬼ごっこ。よし。なんと。ああもうチッ、むちゃすっから。おーい、頭に血のぼってたかんな。モルガナ、ちょっと話聞けよ。話すことなんてね。ねえ、そんなに意地張ることないでしょ。我が輩は男なんだ。はい、そうですかと頭下げられんか。あ、あれは何？あ？あ？もう。随分古典的な手に引っかかったな。あいつら。このままじゃキリがないぞ。どうする？エンジンの音。聞こえないね。メメントスから出たのかな。こっちは足がない分簡単に逃がしてしまうわね。残念だけど今日はもう諦めましょう。くそ、モルガナの野郎。息ぴったりだったな。ざまねえぜあいつら。本当にあれでよかったの？いいに決まってんだよ。こんなに探し回らせやがって。
ーも通じないところで何をしていた。男と夜遊びか。そうなんだろう。夜遊びなんてそんな。楽しいこと僕にもしてくれよなあ。できないってのか。いた。ハル、てめえ、ハルから離れろ。クヌー。なんだこのクソ猫が。オラちゃん。クソ、これじゃ本当に役立たずじゃねえか。誰か、誰かいないのか。にゃーにゃーうっせんだよクソ猫。モルガナの野郎、今度会ったら承知しねえ。今モナの声。ちょっとあれなんかヤバげじゃない。何してる。お騒がせして悪かったね。フィアンセとのただの痴話喧嘩だ。でも奥村さん嫌がってんじゃん。よくも恥をかかせてくれたな。これ奥村さんにも報告しとかないと。その顔覚えたぞ。大丈夫？私よりモナちゃんが。どうってことねえって。今の人本当に婚約者なの？婚約とかすげえ。ただの喧嘩って感じじゃなかったけど、親に相談した方がよくない？ただと思う。土下座してでも許してもらえって、そんな風に言われるだけ。事情がありそうだな。さっきまでのことはその謝る。だから少し春を休ませてやってくれないか。足りめえだろ。お前んちいいよな。すまん。休めた？モナちゃん？とにかくさっき話した通りだ。役立たずの我が輩のためにこれ以上命かけてもらうわけにいかねえ。人間に戻れる確証だって本当はどこにもないんだ。これじゃ取引になんねえよ。我が輩たち別れた方がいいと思う。誰がお前のために回答を？俺は自分の見識を広げるためにやっている。そんな気休めやめてくれ。別れてもらうぜ。いいよな。嘘やめよ。異世界で倒れてるの見つけた時モナちゃん言ってたでしょ。我が輩だって怪盗団の一員だって。強くなって認めてもらうんだって。ここが大好きなんだよね。そんなわけないだろ。私も自分に嘘ついてたけど、ペルソナと契約するとき分かったの。お父様がひどいことしてるからなんてただの建前だって。私本当は結婚したくないんでしょ。立場の責任もある大人の決めたことだからきっと正しい。
仕方がない。バカみたい。形のないものに縛られてずっと黙ったまま、結婚の相手まで。でももう我慢しない。私あの人無理。キモい。これが私の本音だよ。なんだよ急に。モナちゃんはどうしてずっと人間に戻りたいって言っていたの？それは初めは記憶を取り戻すまでの仮の住処ぐらいに思ってた。でも自分が何なのか、何のために生まれたかも一向に分からなくて。モルガナ。目的が欲しかった。怪盗団にいる目的が。復讐したい相手も助けたい奴もいない。そんな我が輩がここにいていい理由が。だから我が輩にとってここが、この怪盗団が。行っちゃえって頑張れ。唯一の居場所だ。ずっとここにいたいんだ。すがすがしいほど素直だな。最初からいやいいんだ。ったく、我が輩と組んだらどんな厄介事が降って湧くか分からんぞ。本当にいいんだな。いろいろ今さらでしょ。てか私たちも一緒にいたいに決まってんじゃん。その、なんだ、心配かけてごめんなさい。我が輩の居場所はここだ。もう決めたからな。諸話代分しっかり働いてやる。今さらキャンセルはなしだぞ。ギブアンドテイク、再契約だな。やべえ、ちょっと泣いちったよ。よし、よかったわ、本当に。まあ、私たちって結局運命の出会いってやつなんじゃない？そうだ、出会い。うわ、終電やべえ。俺もだ。続きはまたにしましょう。私、うちに泊まってき、なしつけとく。また明日ね。我が輩寝る、疲れてんだ。にしても相変わらず神器臭いとこだぜ。グッと来ちまったな。ゆっくり休んでくろ。疲れたべ。おい。はるちゃん。あ、そっか。あ、桜家か。そうだよな、当たり前だよな。ゆうすけら、何よ。大変なことになっちゃいますよ、そんな。やばい、疲れただろう。いや、あの下りはちょっと、なんかむしゃくしゃしてるのもあったんだろうけど、の迷惑かけたくないっていうのがでかかったんだなっていう。来ちゃったな、ちょっと。よろしくな、今後ともよろしく。愛情表現可愛いじゃないか。なあ、どうなってんだよ。また違う女の子連れてきやがって。
そういうことじゃなくてさ、ま、泣かすんじゃねえぞ。うちの猫拾って世話してくれたんだって。いえ、そんな大したことは。世話してやったのこっちだけどな。どうした、楽しそう。こんなに大勢でお食事なんて久しぶりだから。今日は遅くなんないうちに帰りなよ。親御さん心配してるだろうからさ。帰りたくなければいいんだぞ。ううん、ちゃんと帰る。お父様に警戒されたら改心させるのは難しくなるんでしょ。また連絡する。あ、連絡先いい？一人で大丈夫か？なんなら我が輩も一緒に。モナちゃんの居場所はここでしょ。まあまあな。めっちゃ怒られるべな。彼の家に迎えていただくことになった。え、まだ正式に籍を入れるわけではないが、今の若者はそういうものだろう。誠意を見せてこい。できるな。私には自分が住む家さえ決めさせてもらえないのですね。帰りは遅いわ。挙句の果てに無断外泊まで。友達は選べと口を酸っぱくしてきたつもりだが。彼らはお父様の思うような。今は会社のことで手一杯なんだ。余計な手間をかけさせないでくれ。もしもし。ああ大丈夫だ。もしもし、相談したいことがあるの。みんなで集まれないかな。娘さえ手段だからな。どうしたんだろうな。相談があるって一体。なんかもうすごいことになってきてる。ブラック企業はと。ってあいつでしょ。襲われに行くようなもんだよ。さっきの春の話じゃ、やつの家に連れてかれるのが10月11日。そしたら期限は10月10日ってことだよな。しかし君の父を改心させれば確実に警察の世話になる。罪人の娘というレッテルが一生つきまとうんだぞ。今の暮らしだって変わってしまうかもしれない。他人の不幸で成り立つ幸せに甘んじたら、私もお父様と同じになっちゃう。それに実は前にね、怪盗お願いチャンネルに書き込みしたことがあるの。ちょうど我が輩たちが次のターゲットでグダグダやってた頃だ。でも怪盗団は動いてくれなくて、その時だった。モナちゃんと会ったのは運命だと思った。その時から決心していたの。怪盗団がやらないなら私がって。廃人か、そして改心、全ての利害が一致したな。今度は協力してくれるよね。もちろん。私の方こそよろしくお願いします。こっから先は廃人化事件の犯人を相手にするかもってことだ。メメントスの修行とは違うぞ。覚悟しろよ。いきなり説教かよ。甘い。春は
頭後に毛が生えた程度なんだ。力には目覚めてるが、剣で弱っちくてな。ペルソナも姿形がないとかってありさまだし。弱っちい？本当に？まあ変身はできるし、一応パレスでの活動には問題ないが、正直だいぶ足引っ張るかもしれん。ごめんなさい、私のために面倒をおかけします。いやさ、実は俺たち的にも社長さん狙うの都合いいんだわ。見ろよこのまとめサイト。怪盗団に対するネガティブなコメントばかりね。明らかに悪党の名前が挙がっているのに、怪盗団はなぜ黙って見ているんだ。加熱が別次元。廃人化の剣を掴むのを忘れるなよ。ああもちろんセットでいただくぜ。10月、10日だったな。それまでに奥村を改心させるぞ。し、許せないね。本当だよな、もの自分があれだよな、上り詰めるための土台通が。たわけてるな。よ、うん、はるちゃんまだ、そっか、ちゃんと、お、今日は行けんのか。久しぶりだな、宗次郎さん。おう、うん、間違いないっす。今日外出れたりで、出れた、ウィーッス。あ、でもできんのか。どうしよっかな。じゃあ、あ、度胸を上げるか。こいつができたかな、まさかの。強いね、マガッツ。かっこいいし。よし、見てるか、ダチさん。なあ、あ、ちょっと待って、一応。おい、ビブリオマスターって4だっけ。これいけんじゃねっていうか、え、9月でもういけちゃうの。夜行動いっぱいできるようになったから、行っちゃうぞバカ野郎。あ、ちょ、べきこ先生ちょっと呼べるかな。川上に頼む。キーピックを結構消費しちゃったんで、水銀を探してた。あのですね、こんな感じになってんですよ、要するに。水銀出なかったんだよな。あのスタンプ探すついでに出ればいいなと思ったんですけど、結局出なくて。金に困ることもなさそうだな。なんか、超金入る。あ、時間経過は、ないよな。え、じゃあちょっと、待って。とりあえずじゃあ、よーし、6個。どうした？あれ、よーし、そっか、どうした？ベッキー呼べ、さすがに呼べないのか。なるほど、じゃああれだな、本読んじゃいますか。度胸を上げて、それからじゃあパソコン作って、うん、闇ネットをしましょう。なあ、あ、ダーツテクか。そう、ダーツのね、あれちょっとやったんですよ。あの701 701をやったんですけど、いや、あれほとんどパーフェクト飛んでて無理だぞあれ。ヨハンナ結局あれだな、気が向いたら読むかあの朝読むときとか、毎日が水族館。
よっしゃ、これ行きましょう。戸締まり頼んだぞ。うっす、行ったんじゃないこれ。己を信じる心こそ武神の神髄。武神じゃない、武道の神髄。終わり申した。お、来た、来たんじゃない。ててーん、ライオンハート真の才能。はえー、このゲーム。よし、攻防性がでっかい。デカラビア大先生になりました。奥村の株価爆下げ。さてと、あ、今日休みなのか。課せられたニュース、あ、おお、こっからか。いや、っていうか俺はあの丸木先生にですね、あ、小田キュン、あ、待って待って、深夜のとこ行くか。マガツイザナギ。よいしょ、とりあえずじゃあ切りが良いのでこの辺で一旦切りますか。はよ、あれですね、回収させたいですね。にしてもあのフィアンセとかいうやつ、あれなぁ。